きチャンネルジョッこんにちは。さあ今日は日本一のオリックスバファローズ、はい、なんと2年連続リーグ優勝、はい、そして去年のリベンジ、うん、日本一です。ほら、はい、俺日本一4勝2敗当てたから。あ、そう言ってました。4勝2敗って、うん、プロ野球ニュースで4勝2敗って言って、はい、理由は、うん2年連続は負けないでしょうっていうそういう感じで今年はまあリベンジするだろうっていうところで、うん、数字見ても、はい、まあ優勝するなっていう明確な数字が、まあ、あるっちゃあるけど、はい、なんかがダントツにすごいってなかなかないんだよね、うん、だってシーズンで単独首位ってほとんどなかったですからね。単独首位はゲーム差ありの単独首位は1回、うん、1回だけで最後がゲーム差なしの首位だから、はい、いわば1年間で首位になったの2日だけなんだよ、はい、でその2日目が最終日っていう、うん、もう最後の最後にヒュッて追い抜いて勝ちましたもんね。不思議なチームですよね。だって一時10何ゲーム空いてたからね、はい、首位に。いやそうでだって最初5位とかでしたもんね、うんで交流戦終わってもそんなにそんな詰めれなくてね、はい、っていう。でも気が付いたら、うん、振り向いたらオリックスみたいな、はい、気づいたらいたって感じですね、うん、で日本一みたいな、はい、だから、すごいですね。まあ打撃もね、うん、2割4分6厘と、はい、まあパ・リーグ2位だけども、うん、まあ特段そんなめちゃくちゃ高いわけでもないし、はい、ホームランの数も89本と、うん、パ・リーグの中では最低のホームラン数っていうね、はいうんところで打点も466と4位、うん、で盗塁数も62と5位、うんはい、だからもう打撃に関してはそんな言うほどないのよ、はい、でも唯一あるとしたらツーベースが220本でパ・リーグ1位っていうね、まあ、ホームランを打てないけどツーベースを量産して点を取っていくぞっていうところはあるし、はい、あとはまあね吉田がね、うん、まあ打率3割3分5厘、ホームラン21本、打点88、うん、で安打138とね、はい、まあ今年も、めちゃくちゃ頑張ったっていうね、うん、ところあるけども、うん、杉本羅王がね、はい、今年はホームラン15本と、うん、ホームラン王からね、ちょっと大ブレーキで、一時試合出ない時もね、うんあったしね、うん、だからダースで外国人のね、うんバレラ、はいマッカーシー、うん、でラベロ。はい不発みたいなね、うん、そう でもやっぱ吉田選手がこう戻ってきてからやっぱり良くなりましたよね。そうだね、うん、でもその吉田頼み感をやっぱり否めないからね。そうですね、うん、でまあ宗とかね2割7分、はいね、なんで、まあ、紅林がもうちょっと打ってほしいよね2割2分4厘っていうね、うんはい、でまあ頓宮がね楽天戦とかね、はい、いいところでホームラン打って、ね、でも打率が2割2分6厘だからね、はい、若干寂しいっていうね、うんまあ、中川がね今年良かったなっていうね、はい2割8分3厘、うん、でもそんなさ確かに、うん、うわさすが優勝チームっていうほどの成績を出してる選手はいないのよ。だってうん、吉田の次にホームラン打ってるのが杉本でしょ15ね15かそうですね、うん、で頓宮11だからね、うん、だからそんななんだけどまあやっぱり一つに言えるのはピッチャーだね。そうですね、うん、やっぱピッチャーは良かったんじゃないですか。まあチーム防御率 2.84 とね、うん、パ・リーグ2位の、はい記録っていうところとね西武に次いで、はい、で、先発は防御率 2.77 で、うん、パ・リーグ1位、はい、でリリーフが 2.96 で、うん、パ・リーグ3位っていうところでね、うんまあ、投手陣の安定感っていうところはね、うん、多かったかなと、はい、でその中で被本塁打も88本、うんということで、まあ、西武が一番打たれてないんだけど、はい、ホームランもね打たれてないっていうところでね、うんまあ、無駄な失点してない、はい、でフォアボールの数も375っていう形で、うん、唯一の300くらいなの、はい、だから相手に無駄なフォアボールも与えてないのよ、はい、だからそこでやっぱ無駄なランナーも出してない、うん、無駄なホームランも少ない、うん、っていうところが防御率も下げて失点数が減ってはい、チームの勝ちに大きく貢献できてるんじゃないのかなっていうところは、うん、が一番大きいよね、はい、でクオリティスタートも 51% と、うん、パ・リーグ2位で、うん、先発も頑張ってるし、はい、ねやっぱりピッチャーいい人本当にいいですもんね、うん、だって山本由伸投手が防御率 1.68 だし、うん、山岡投手も 2.60 だし、うん、宮城も 3.16 でしょ、はい、11%、うん、で貯金も作ってますし、うん山崎幸也投手も 3.45あとリリーフ陣の防御率もね、いい人すごい良かったですからね。だからね、やっぱりね、この中盤以降で宇田川と山崎総一郎のリリーフ転向とワゲスパックが後ろに持ってきた、このね3枚でかかったね、やっぱり。だからそのワゲスパックも最初ね先発したりしてましたけども、抑えになってね、日本シリーズの活躍もそうだし、宇田川ね前半育成だったけども、フレッシュオールスター終わって、期限ギリギリで試合間になって、そこからもうね、シンデレラストーリーで、日本シリーズも MVP 良かったけどね、だからね、山崎総一郎も、ゴリゴリのストレートで、リリーフに、爆上がりしてね、オールドルーキーの阿部っていうところ、若干ね、俺は数字出してんだけども、リリーフにすっごい不安だったわけ、ずっと。その山崎総一郎とか宇田川が出てくるまでは、まあ数字上はいいんだけど、なんか信用できない自分がいたの、オリックスのリリーフ陣に、だからオリックスはちょっと後ろが信用できんからってずっと言ってたんだけども、でも結果出してますよっていう人いるんだけども、そういう問題ちゃうんだよみたいな、なんか不安なんだよっていうところがね、はまって収まったっていうのは、めちゃくちゃ大きかったかなっていうね。リリーフはね、やっぱこれって中地マジックというような、そうだね、後ろに持っていこうとか潔く山崎総一郎をね後ろに持っていこうっていうのもあるし、宇田川がね伸びてきたっていうところでもね良かったし、阿部ね、あと本田ね、あと比嘉ね、これも日本シリーズもいいところで投げたしね。このリリーフ陣がいい形で安定してきたのは大きかったね。あと先発の田島投手も良かったですよね、2.66。9勝3敗やっぱ山本がねしっかり1年間投げて15勝、ね、5敗と貯金10作ってるっていうところはね、非常に大きかったと思うよ。だってチームの貯金が11だからね。じゃあそのうちの10個、そうだね。でまあね、他の先発では 宮城も3ね、貯金作ってるし、だそういったところで先発がねしっかりと貯金をね作っていくっていうところでは、他の選手が借金してもね持ちこたえれるっていうところで、この投手陣のね最後はまったなっていうね。そうですね。で抑えの平野投手も良かったですね。だからね、来年はひょっとして山下舜平太が出てくる可能性も十分にあるからね、今年もひょっとしたらクライマックス日本シリーズ投げるんちゃうかって言われてたところでね、まあ投げなかったんだけども、だから来年はちょっと投手陣ね熱いね。しかも投げてる人たちみんな若いっていうのがいいとこですよね。抜けないしね。で、唯一の方は吉田がもしポスティングでメジャー移籍が決まったら外野にだから杉本がやっぱ復活しなきゃいけないね。でも森選手入りますよ。そうだね。だから森が DH とキャッチャーの併用だろうね。そうなった時にやっぱりね、もう外国人早くちゃんとしたの取ってきた方がいいよ。そうですね。だからそれがファーストなのかな。そしたらもう中川、福田、杉本だね、外野はね、でファーストに外国人で DH もいけるようにして、森が若月出てる時は森が DH、 森が出てる時は外国人 DH でファースト誰かいるとかで、紅林がもうちょっと成長してほしいよね、打撃だよね。でサードもね、セカンドが今年ね西野とか途中から良かったけども、阿部も含めて二遊間は勝負だね。今年ドラフトってどうでしたっけ、オリックスって。曽谷、加工大、左ピッチャー。曽谷投手か。で、内藤が内野手ね。内藤方ですね。だから、この曽谷投手の、もう一番即戦力系じゃないですか。まあ、そうだね、先発だね。また熱くなりますね。そうだね。だから、そういった意味では、だからやっぱり打つのだな。そうですね、打てるかどうかが勝負になるね。まあだっていいところでやっぱ吉田選手が今年打ちましたからね。それによって相手に言うとフォアボールとかねプレッシャーもある中で、そこがまあ森がねどこまでカバーできるかっていうところと、やっぱ杉本がね復活しないと、やっぱ3連覇セ・リーグのヤクルトはね盤石やなと思うけど、オリックスはやっぱ盤石感、打線にちょっと不安ありだね。ここがうまく育ってきてね、あとはもう外国人がはまればもう言うことなしだからね。ピッチャー陣は本当ね、袴田さんように若いしね、若いです、勢いあるからね、みんな20代で怪我さえしなければね来年も安定的な結果を残すんじゃないのかなっていうところはまあ想像できるけども、打線がもうちょっと頑張んないと、そうですね、下手したらまくられる可能性もあるし、ピッチャー抑えてるけど打てないから B クラスっていう可能性も十分あるからね。まあそういったところがやっぱ打つのだね、課題は。だからまだヤクルトほど盤石とは言い切れないような、盤石ではないね、やっぱこのね、まあ吉田抜けたっていうところね、まあ抜けたらひょっと大きいしね、大きいですね、かなり。だから杉本、はい、ラオウはそんな成績じゃありませんよ。